今回あなたが戦ってもらうのは強化オールドマンよ。なんだってこの窮屈で狭い収容所で生活してるオールドマンと違って、今回のオールドマンは厳しい大自然の中に放たれ、そこでのサバイバル生活により生存本能及び戦闘本能が最大限に引き出されているわ。おめえ前も似たようなこと言ってたけど何も違わなかったじゃねえかよ。ふふ。それはどうかしら？まずは見た目よ。これが今までのオールドマン。そしてこれが強化オールドマンよ。若おこっぱ。ふふ。収容所生活しか知らないオールドマンは、子供みたいな体格だけど、精神的にも肉体的にも自立した強化オールドマンは、身長も伸びて大人のような体格になっているわ。お前母親みたいなこと言うなよ。てか走ろ。それ以外には攻撃力アップ、攻撃速度アップ、そして移動速度アップと、内面もちゃんと進化しているわ。ビッグボス久しぶりだな、元気してた？あ、ふふ。それはどうでもいいとして、果たして霊夢、あなたに彼が倒せるかしら？まあ銃で撃ち続けるか殴り続けるかしたら死ぬだろ。っていうか今回の制限は何よ？前回のクソトカゲの時は偉い制限だらけだったけどさ。ああ制限ないわそんなもの。え？だからないって。マジで？前回と違って今回は使用武器の制限は一切なしよ。もちろん弾薬も使いたい放題。使用武器はあらかじめ伝えてもらえたらこちら側で用意するわ。マジかよ。もちろん核弾頭も使っていいわよ。しかし SCP 内弾の管轄エリア内だけよ。まあ自分が爆発に巻き込まれて死ななければだけどね。それ、ホワイトハウスに打ち込んじゃっていいすか？そんなことしたら私がオバマにぶっ殺されちゃうわ。は？今はトランプですけど？いやバイデンだろ。ファック。もちろんあんたのお得意な暗殺拳法も使っていいわよ。おい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 。お前、あれか、あったか、この企画、早く終わらせたい感じっすか？あれだよ早く終わらせたところで次やることに困るだけ。うるせえ。それだけ強化オールドマンはヤバいってことを言いたいんだよ。これだけの武器弾薬を持ってしても彼は倒せないわ。なぜなら一切の物理攻撃が効かないからよ。そうは言ってもな、今まで物理で倒せなかった敵はいないんだよな。稲美ちゃんもシャイガイもクソトカゲもさ。あれでしょ？どうせハッタリでしょ？それ嘘でしょ？本当のこと言えば？人は本当のことを言えば楽になれる。うるせえ黙れ、ベラベラ喋んじゃねえよクソまんじゅうだよ。おめえだってまんじゅうだろうがこの野郎バカ野郎。ちなみに SCP 財団の管轄エリアは、その島の中心から50キロ以内だからその範囲内なら移動していいわよ。おい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 、スケールがでけえな今回は。なんだよこれ長期戦のパターンか？その通りかもね。でも私はあなたが強化オールドマンを倒すかどうかに興味はないわ。私が興味あるのはあなたが全ての手を出し尽くしても勝てず、絶望に打ちのめされて死んでいく顔よ。あ、こういう顔ですか？おい今やんじゃねえよ、死ぬ直前までとっとけや。まあ、とりあえず、それじゃあね。早速戦ってもらおうかしら。うおこいつ民家から出てきたぜ。まずはコルトバイトにぶっ放す。こいつは強力すぎて脳の頭すらスイカのようにぶっ放す。最強マグナムゲイ。まずはこいつで様子を見る。予想通りだが、聞いてねえな。しかし所詮ハンドガンだからな。次は民番じゃ。こいつは皆さんご存知の審判会の最強を担うぜ。この威力と怖さにさらされるとたとえヘリや戦車でもタダでは済まないわ。そしてそれはもちろんオールドマンの例外ではないわけ。文字通り蜂の分類であるわ。吉祥、ミニガンも効かねえのか。まあここまでは全部だから、次は少しの殴ったことが血の模様の最近に見えるスナイバー。このスナイバーは手先に弾が当たっただけで、体がバラバラに失格してもやばいやつだったよ。で、やっぱこれも無理かよ。こうなったら最後は神経ガスで、この神経ガスはあのシャイガイがアンナンのインタビューで、いやー、アンナンくなったら勝負になんないですよ。おんって言ってた天敵の SPD 撃退ガスじゃい。これで全身のあなたを穴から血を吹き出してしねえ。それに無理なのか？そう、脳を増やした容器を見る。こいつ、先にガスの中に隠れて後ろもワープしてきやがった。なんという機能犯。吉祥、あいつ本当に物理攻撃ばっかねえのか？とりあえず近くの農作物を食べて体力を回復するぞ。いいなんだろう。ボス。あ、なに？あの農作物って誰が作ったんですか？僕ですか？ベッド石かオールドマンじゃない？知らんけど。ボス。とりあえず気がつかない人間はぶん殴れってリッツさんが言ってたんで、二度と目の前が見えない。けー、たーい。ほら。ちょっと吹っ飛んだ。おいおいどうやら暗殺拳、完全に効かないってわけじゃなさそうだな。こいつを倒すための糸口が見えてきたわ。とりあえずこいつの攻撃速度が恐ろしく速いから、なんとかカウンターを食らわないように横方面から攻撃するわ。お？
うおーおーおー、吹っ飛んでったー。場外ホームラン、勝った、第三部完。手、戻ってきた。と、こいつまるで私を嘲笑うかのように、あんだけ吹っ飛ばされたら通常の人間ならミンチなのに、こいつ籠城一つ変えずにまだ私の方に向かってくるわ。一体何なんだこいつは？ふふ。そうなのよ。確かにオールドマンは暗殺剣で吹っ飛ばすことはできるわ。しかし内部へのダメージは一切食らわない。祈り彼の体力を減らすことは不可能なのよ。ちっちゃう、とりあえず実績ダメージあるかもしれないから殴り続ける。多少危ないけど体力もまだあるし殴り続けて様子を見よう。どうも5分後の霊夢です。私、ある必勝法に気づいちゃいました。それはこいつは楽曲は無理だということだー。お、だいぶ飛んだね。北海道から沖縄ぐらい飛んだねこれ。セミがサボケー。そ、戦いづらいやつだわこいつは。今じゃ。っていう感じでね、さっきから一切ダメージ受けずに一方的に攻撃してるんですけどね。これやっぱあれですわ、効かないっすわ。でここでまた新しい秘策をね、考えつきました。それはね、何かというとね、チチチチ、オールドマンを海に沈めて溺死させる作戦。これまでの3体の SCP はある程度普通の攻撃で倒せたけど、それより前の SCP 稲見さんは水に沈めると動けなくなっていたわ。つまりどの個体も強い部分と弱い部分を持ってるはず。あなたの短所、見破ってあげるわ。お、あいつも沈んだぞ。果たして、どこだ？どこだあいつ？まさか死んだ？ボス、なんでこいつ手がグーなのにこんな早く泳げるんですか？脚力が半端ないんじゃない？知らんけど。ボス。ちょ、今オールドマンがワープする音が聞こえた気が。あ、まただ。これは倒してないっぽい？とりあえず一旦陸に上がってみるわ。うおー、来たー。くそ、こいつずっと水中で私が陸に上がるのを待ってたんだわ。しかしおかげさまで一つ分かったことがあるわ。オールドマン、あんたはどこへでもワープできるようだけど、ただ水面へはワープできないみたいね。これすなわち、ついでにゴール上で不安定にしたいってことだった。とらー。ふん。とりあえずこの海面を私の作戦本部として、これからのオールドマンの倒し方を練りに練る。どうやらこいつは本当に普通のやり方では倒せんな。何か常識外の画期的なアイディアが必要だ。そう、常識外の画期的なアイディア、思いついた。通常の人間なら必ず思いつかないしかし勝ち目のある作戦を。あの場所。そう、あの場所まで死なずにたどり着ければ私の勝ちだわ。ボス、一体こいつは何を思いついたんでしょうか？あの場所ですって、何のことかしら。あ、きっとこいつのことだからあったりですよ。本当は何も思いついてない、ただ小牙を殴らせたいだけです。いや、こういう時の霊夢は何かある時の霊夢よ。一体何を思いついたの、霊夢。そ、ここら辺の路地は入り組んでいて危ねえな。急に壁から現れててでも掴まれたら一巻の終わりだわ。しかしこの島は実在の島を模造して作られてるから、必ずあの場所はあるはずだわ。って、あれだ。よし行くぞ。突撃だー。見た目に反して店の雰囲気いいよねー。そうだよねー。おいこいつオールドマンと食事会してるぞ。てかさ、料理来るの遅くね。ちょっと文句言ってくるわ。ちょ、やめといた方がいいって、その分美味しいの来るから。冗談マイケル冗談だってば。ちょっとトイレ行ってくるわ。待っててね。オッケーオッケー。今のうちにこっちを待ってみる。おいこらまでオッケーぶっかくぞ。やばい、もっと怒らせちまった。そ、太平洋という名の作戦本部地へ戻るぞ。未だかつてオールドマンと会食をした人間がいただろうか。っていうかオールドマンって話せたんですか？話せるんじゃない、知らんけど。ボスチックショー結構うまくいっと思ったんだけどな。残念。もうあと他に何すればいいかな。攻撃系は全部ダメだし、水はダメだし、炎もダメって、そうだ、炎だわ。炎っていうかマグマだわ。マグマに突き落とせばいいんだわ。思えばターミネーター2の最強敵キャラも最後はマグマで死んだし。
と、ここら辺になんか活火山みたいなのないか？いや、なんなら溶接工場の溶液でもいいんだ。と、こうなったら、あいつに聞くか。頼む、出てくれ。何か探し物があるようだな。そう、その通り。てかあんたどこから私を見てるの？その質問には答えられない、要件だけを話せ。今オールドマンをマグマに落として倒そうって思うんだけど、この島や、この島50キロ圏内に火山ってあるかな？この SCP 実験棟は3つの島で構成されている。ここから北に5キロほど進むと火山の中に作られた実験施設がある。そこへ行け。お、サンキュー。しかし途中の海域は波の流れが荒く危険だ。この島の地下列車トンネル途中にある扉から、火山棟へ行ける地中エレベーターがある。それを使え。あんたなんでそんなことまで知ってるの？マリサとの過去の件といい、あなたは一体何者なの？要件は済んだ。それでは通信を切る。あ、切られちゃった。とりあえず、地下列車トンネルの、途中の扉、ね、そこに行けば目的地へはたどり着けるはずだわ。というわけでそれっぽい場所を発見しました。早速霊夢探検隊長行ってみたいと思います。危な。オールドマンも自らの危機を察したのか、やたら目の前に出てくるようになったぞ。ここだな。あ、あれだ。打ち破る。よっしゃ、突っ込むぞ。うわ、狭い通路だ。やばいぞこれは。壁に近づくとオールドマンに吸い付かれちまうぜ。ドア閉める。地下エレベーターって多分これのことだな。行くぜ。あれ、オールドマンは、もしかして顔面でドア閉めたから拗ねた？それならチャンス。でかエレベーター、はい。しかもだんだん速くなってきてる。ちょ、振り落とされたら死ぬ。そしてオールドマンがここにワープしてきたらそれこそ交通事故。そう、早く到着してくれ。奴が来る前に。お、もうすぐ着く。は、早く着いてくれ。今この狭いスペースにオールドマンだったら。し、ぬ。よっしゃ行くぞ。とやー。で、おー、すぐ後ろに行ってる。目の前に。そしてまたエレベーターかよ。おんなー。出張エレベーターが到着するまでここで待たないといけないのか。あの大自然の広い中でオールドマンと追いかけっこするのと、この密室で鬼ごっこするのはわけが違うぞ。とりあえず殺されないように常に動き回る。こいつもこいつでワープしまくってるな。頼むから早く着いてくれ。おっしゃー、早く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 。しまった。マジで頼むからエレベーター内にだけはワープするなよって言ったそばからワープしやがったこいつ。ていうか、オールドマンさん、頭大丈夫ですか？ちょっとやばいかも。よっしゃ、着いた。オラオラオラ、今のうちに行くぜ。おー、なんだこの南国の島は。そしてお前も頭抜けたんか。お、お、火山だ、火山だ。これで勝つ。おい、今ラーメン作るために3分間席を離れてたけど、その間に一体何が起こっちまったんだよ。なんであいつがこの島に。最後に地下エレベーターを使った奴は電源を切るんだろ。ボス、最後に地下エレベーターを使ったのはボスです。あ、まあいいんじゃね、知らんけど。いくつ何十個が。そう、この高さまで登ってもまだついてきやがる。そして壁もだんだんと垂直になってきやがる。でもオラオラ嫌いで登るで。壁面に秒速16発の回避を絶えず当て続けることにより、壁との摩擦や粘体の法則があらそうだぜ。垂直の壁でも登れてしまう垂直壁面登り。私が教えた技。まだ覚えていたのね。これが無線の男の言ってた火山の中の施設だな。とりあえずお前はあっち行ってろ。よっしゃ。飛び込むぜ。うわー、くるりん。ついに来たぜ。最終決戦の場所にな。あいつの言っていた通り、巨大な地下施設だ。そしてマグマ、ものすごい熱気を感じる。そ、これどうやって開けるんだ？なんかパネルとかないか？あ、スイッチがある。なになに、フロア、これだ。よっしゃ、開いた。あとはオールドマンをぶん殴ってここに落とすだけだ。さあ、かかってこい、オールドマン。これは一体どうなっちまうんだ。ボス、止めなくてもいいんですか？
いや、私もさすがにオールドマンをマグマに落とすとどうなるかわからん。これは、どうなるんだ？っておい。こいつ穴の当たり判定ギリギリの瀬戸際を攻めてる。ふっふ。なんとかこっちまでは悪とかしてきてうっかり落ちてくれねえかな。実は自分の体力の少なさが怖いのよね。2、3回パンチ外したら余裕で死ねる体力なんだわ。そしたら今までの努力が全部パーよ。で、ワープした。どこにワープした？おい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 。うわ、来た。くそ、火口内にワープしてくれたと思ったのに。こうなったら真剣にやり合うしかないか。もちろんこれ、私も落ちたら即死だからね。さすがにこの斜めの壁は私でも登りきれない。つまり、文字通り一騎打ちってことね。この勝負、ほんの一瞬で勝敗が決まるわ。今だ。やったか？姿が見えん。あの燃えてるやつかな？で、あそこにおったー。そ、置いてねえ器用な引っかかり方してんじゃねえよバロー。落ちろ、落ちろ、落ちてくれ、落ちてください。いや、マジで。こうなったら無理やり地面を動かして振り落としてやる。敵やがった。なるほど、俺を倒したいなら成功法で来いってことね。いいよ、受けてやるぜその戦い。今だ。外しちまった。近づきすぎると逆に攻撃されたり、こっちが火口に落ちちまうからな。ここだ。実証もう体力勝負で正面突破じゃおらー。うわ。落とせた？あの燃えてる黒いのがオールドマンだよな。どうなるんだ？消えた。ということは、終わった。やっと倒せた。今までで、一番の強敵だった。どうも中継でずっと見ていたマリサですけども。いやー最後は迫真の展開だったな。私も思わずポップコーンを取る手を止めて見入ったよ。ボス、私にもポップコーンくださいよ。自分で買えよ。とりあえずね、いつもはすぐに霊夢に無線して、次の対戦相手を告げるんだけど今回は少し休ませてあげようか。それでは、次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。ボス、そんなめたい挨拶していいんです。黙れ。